どうも、わっきです。さ、先ほどつくばのかいつかという店で焼き芋食べた後に筑波山の方まで行って、かりんとうまんじゅう、有名な沼田屋というところで食べてきたんですけれども、はい、そして筑波山があちらです。今からも東京に帰る途中にですね、面白いラーメン屋さんを見つけまして、後ろに見えてますけれども、自家製麺七志さんにやってきました。名前の通りね、七志ということで名のないラーメン屋さん。この外観見たらね、ちょっと寄りたくなっちゃってね。何ラーメンが売りのお店か全く分かんないんですけども、茨城県筑波山近くの七志でラーメン食べていきたいと思います。行ってきます。店内は昔ながらのって感じでいいですね。それじゃあ軽く失礼します。そしたらね、まずは焼き餃子を頼みまして、皮もちもち系ですね。僕はもう餃子は酢のみでございます。毎度同じですけど、いただきます。お、うん、皮はうまいですね。もちもちで中のあんもね、キャベツ多めでシャキシャキしてて美味しいですね。うん、これおつまみチャーシューですね。まあ、昼間ですけどね、ノンアルでいただきます。あ、しんどりしてて、うま、これはちょっとビール飲みたくなっちゃう。さあ、焼きました七志さんのチャーシュー麺でございます。これは昔ながらの醤油のスープなんですけど、ちゃんとね、だしも効いててね、透き通ってますね。うん、スープが透明感があってクリアでね、筑波山近いんでいい水使ってるんじゃないですかね。平打ちの縮れですね。もちもちで透き通った醤油スープをちゃんと運んでくれて、うまいな。麺が短めなんですすりやすいですね。チャーシューを、柔らかい、おつまみチャーシューと同じだと思うんですけど、醤油のスープに浸ったチャーシューはより旨味が増しているという。チューは全部で6枚入ってましたね。結構ボリューミーで、この味わい深くて体に優しいラーメンって感じですね。チャーシューが止まらない。餃子をまたちょっといただきまして、餃子からのまた、脂身がいい感じで、チャーシューがいいですね。かなり食べてますよ。美味しいね、お店がたくさんあったって本当知らなかったんでね、今回1泊2日ですけど、もう回りきれないですね。この七志さんのラーメンは体に優しいんで、30過ぎてる人はね、いいと思いますよ。
さあ、そしたらですね、筑波山近くにある自家製麺七七さんラーメンいただきましたけれども、とにかくね、もうさっぱりしてて体に優しいラーメン、出汁が際立っててスープも透明感があって、最近ねやっぱりこうこってり系とかラーメン流行ってますから、そういうのに飽きてる方はまたこういうねシンプルなラーメンを味わうっていうのもねいいんじゃないでしょうか。やっぱりこう土地柄的にも周り畑とか田んぼばっかりなんで、水も美味しいんでしょうね。チャーシューも結構入ってたし、非常に美味しくいただきました。ぜひ筑波山近くにお越しの際はラーメン七七さんでラーメン食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。それでは東京帰ります。もうまさに素朴な店、素朴がまた一番良かったりしますから、おすすめです。